疲れ様みんな。ちょっと眠いけどみんなと話したくて配信始めちゃった。メガネ、すごい新システム。みんなとりあえずキラキラくれてありがとう。すごいキラキラ。橋本ちゃんたい焼きありがとう。今朝の9時からが終わったの。キラキラ星、星が、星ありがとうって伝えよう。りょうちーさん、りょうちゃん結婚して、え、私と結婚。ケイケイさんハートありがとう。え、カウントももうあれなんですか。カウントももう、え、ちょっと待って、え、もうほんとさっき帰ってきたばっかで、え、でも冷房つけないでいいぐらい涼しい。なんかさ、ただのオフの人だよね。あ、めっちゃ落ち着く私これ。話しかな。二次申し込みありがとうね。全然さ告知できなかったからさ、みんなや、おのおのやってくれて本当嬉しいって思った。わー、なりとのしんお疲れ、ありがとう。もうねー、お家に帰ると私結構疲れがドッと出ちゃうのか。渡辺さんタコありがとう。お疲れみんな。ふうやさんハートありがとう。小型ペンギンさんお疲れ、ありがとう。お家帰ってきた。トシさんかわいい、ありがとう。今ならほんとすぐ眠れちゃいそう。私のショールーム開いた時アップデートしてくださいって言ったから、わーって、わかりました。え、オンコロさ、みんなが来てくれたから嬉しかった、お利口さん。キラキラありがとう。あ、たっけいさんレインボースターありがとう。しまっちゃんち結婚して、判断力が鈍ってる。ひなととらさんお疲れありがとう。みんな私のこと生で見てくれてありがとう。本当に寝ちゃうかも。あ、ヨッシーさんハート、トムさんレインボースト、ユミコさん本当、ヒーさんもお疲れありがとう、優しいね。みんな私昨日さ夜配信できなかったから寂しかったよ。福ちゃんレインボースターありがとう。ユユユさんもお疲れ、キヨニーもお疲れありがとう、嬉しい。やすくんレインボースターありがとう。私はもう起きて17時間になります。17時間になります。ふうやさんハートありがとう。バキミジャバさんたい焼きありがとう。ほら実際は1回、あ、そっか、ほうやさんハートありがとう。配信で見てくれてありがとうね。もう声が聞こえなかった、私も。あ、歌は聞こえてよかった。大丈夫か、ね、
そうそう、なんか私的には真面目に行きたい系、お堅い系かと思ったけど、みんなで学ぶ系だから、だからちょっと一人ネジの抜けてるやつがいたら、なんかみんなも参加しやすいかなと思って、ネジが抜けたようなやつになっちゃった。でもコンコン結婚して眠るよ、ずっと寝てるよ。おたあめさんハートありがとう。知るきっかけになった、みんな可愛いよね。そう、真面目にしたかったけど、やっぱああいう場でみんなが固かったらお堅いグループだなって思われちゃうから。でもそれでソラハさんが、そう、リコッチはああいう元気に言ってくれてよかったって言ってくださった。小人さん、クマちゃんありがとう。クマテヤン、シシマルさん、ハートありがとう、嬉しい、優しいね、楽しいね。マルメガネやで、そう、笹井アナすごい優しくて安心しました。え、メール読んでくれて嬉しい、ほんとおつっこりや、みんな。福岡です、あ、ごめんなさい、撮ろうね、じゃあこの後ご飯食べるから、それまで話そう、ご飯食べた後また話そう、わかんない、配信するかわかんない、みんなと話せるうちに話しときたい。コンコンお疲れありがとう、ちょうどいいくらいだった、よかった、お疲れ。明日はどんなスケジュールになるかわかんなくて、でも広島には帰ってきました。タランさんハートありがとう、はしもっちゃんキノコありがとう、かゆっ、ルビスさんありがとう、クーさん、りょちゃんハートありがとう、レイさん音符ありがとう。すごいこれ盛り上がりといっぱいキラキラ投げてね、無事に帰れたよ。なんか私の体って筋トレするべきだなってちょっと今思ってる、あと有酸素とか、あとマッサージ本当に行こうと思って、ニエスリコチのポーズお任せできるなら申し込もうと思うんですが、え、任せて、プリクラだよあれは、次は小顔のポーズだよめっちゃ面白いね、明日寝れるといいけどな、でも私は寝るつもりよ、明日はもう昼まで、ゼブラさんハートありがとう。でもみんなが来たくなるような感じに工夫していきたいと思う。医師も全頭みんなありがとうね、あのお話し会、こういう報告ってさ、当選報告とかさ、お話し会来てくれる人ん？をと申し込んだあの人しかできないから、 ありがとうと思って、え、マッサージして、アキピさんキノコありがとう、ハードル高い、次はダブルピースだよ、え、幕張追加嬉しい、みんなこんな 寝てるやつにのお話し会、お話し会はちゃんとあの寝てるから元気だよ、調子悪いのか、お役目にね行ってきて、そう元気だよ、お役目帰りお疲れ様なんですよ、ちょっと、あ、キラキラ星ってほんと少ないあれなんだね、限られた一握りの、大丈夫よ、ありがとう、こんにちは。
もすごい今お腹空いてて、すっごいキノコみたい。私も、はい、すっごいお腹空いてて、そうだね、寝てる時間なかったね。ご飯でもね、このあとね、美味しいの食べる予定だからね、すかしてあるの。メール読んでくれてありがとう。なんかなんかちょっと言いたくなっちゃって、きっと私にいろんなこと言いたい人がいるし、いろんなこと思ってる人がいると思うけど、私に言われてもわかんないよって、そう思ったりするんです。ミッキーさん、ハートありがとう。そう、だからそういう時は、あれ？これって本当に私に伝えていいことかなって、私に例えばリコチメールとかする前に考えてほしいなって思った。でもきっとここにいる人はみんな私にすごい優しくていいなと思って優しいよね。自分のことだからそう受け流したいなって思ったけど、まあね、はしなっちゃんちたい焼きありがとう、コンコンもたい焼きありがとう、コットさんハートありがとう。でも一つ言いたいのは、本当私は誰とも戦ってないし、私は自分と戦ってるから、それだけ。そういうのは全部聞こえないように、右から左へ受け流す。私ももう4年やってんだから、うん、そう。でもそれをさ、アンチとかにされたら塗るのは全然いいけど、ファンの人にされるのは悲しい、お利口さんにされるのは悲しいなと思って。うずしおさん、氷の旗ありがとう、ありがとうね、こんばんは。なんかそれが今私は眠くってメンタルが、うん、睡眠取れてないから、なんだろう、いつもは言わないようなことも言いたくなっちゃう、こうやって。私はあんまりわーわー言いたくないけど、ちょっと言いたくなっちゃった。小人さん、きのこありがとう、ありがとう、大丈夫してくれて。私はね、大切な STU のメンバーを、すごい大切だから、争ってないし戦ってないし、その子に勝ちたいって思ってないし、でも私は自分に勝ちたい。おお、アンビバレンアパウ、アンビバレンアパウ、アンビバレンアパウ、眠いけど話したい。池袋楽しかった、嬉しい。私もサンシャイン噴水公園、サンシャインシティ噴水公園、登竜門みたいな、アイドルはみんなここでステージ立つ、呼
ながら嬉しかった。私のステージどうでした？昨日はもうみんなに会えて嬉しくってノリノリで踊っちゃった。そう、自分で自分と戦う。ミニストップ行けなかった。行きたかったけど。同じ空気吸ったよ。高圭さん、お疲れ、ありがとう。なんか今日の現場では今もうあんよがブラブラする頼むけ睡眠とってくれ。今日は0時25分起きでした。ダミリからさ、そう少し前に出ちゃっててさ、やっちゃったと思ったけど、でもあのここで動いたらもっとかっこ悪いから、ちょっともうそのまんま貫き通した。こういう振りだぜ。そう、なんかいろんな方とお話しさせていただいて選抜入りましたみたいなお話とかして、すごいなんか嬉しいよって喜んでくださったから、ありがとうございます。マッサージしてください。やらしい目で見てます。やらしい目で見てないのである、やらしい目で見なければ OK です。バラエティーとか向いてるって言っていただけたの嬉しかった。チューリップ懐かしい。日村さん温泉行きたいね。空が上にあってさ、誰もありがとう。盛り上がり度楽しい。これ今ソファーの何、肘掛けの部分でふくらはぎマッサージしてます。まんやさん答えてくださいハートありがとう。指ダンス、やらしい目で見なきゃ。お元気よ。帰りの新幹線でもちょっと寝れて、あ、今日さ聞いて聞いて、スタッフさんが持ってた筋膜リリースガンを肩とかなんかおけつとかいろんなとこにやってもらって当てたの。めっちゃ気持ちよくって、これ自分で欲しいなと思った。買うか。ハラカラさん、ありがとう。だからさん、誰もありがとう。そう、いいか。ガン、リリースガンめっちゃ良かった。筋膜リリースガンブーってなるんですよ。ドーってなるんですよ。めっちゃほぐされた感じ。結構なんかやっぱりメイクさんにこうやってマッサージしてもらうときに肩硬いですね。あー肩硬い、硬い肩、肩硬いですね、バキバキですねって言われるから、あー自分ってバキバキなんだって思って、整体行こうって思ったし、ボビーさんハートありがとう、トマユキさんもハートありがとう。シャワーヘッドと枕を結局買ってない。パンパンパンダさん、誰もありがとう。肩が渋滞してダジャレやで来る。安いやつでも聞く。私が今狙ってるのはローラさんがモデルになってる、そのスタッフさんが持ってるのはそのローラさんのやつだったから、私もそれが欲しいって思った。パンパンパンダさん、誰もありがとう。
歳くらいの方ですか。もう、あ、何歳というよりナウマンゾウが 何頭乗ってるか数えたら結構220ナウマンぐらいは行ってるんじゃないかなって思いました。パンパンパンダさん、だるまありがとう。20何万はいますね、これは。まあ、そうそう。でも、筋膜リリース。自分でストレッチとかもして。シロナガスクジラだと、それでも100シロナガスかもしれない。100シロナガスかも。私は50です。やばい。めっちゃ知ってる。シワッチーさん、ハートありがとう。キッチャンさん、ダルマありがとう。ダイちゃん、レインボースターありがとう。え、ナウマン退治には持ってこいですか。ナウマン狩りにはガンがいいですか。タカヒロさん、ありがとう。あのお尻は誰のお尻なの。ねえ、寝落ちしないように見張ってて。もう寝落ちしちゃうか。でも割とみんなと話して。あ、ごめんなさい。ガチ家なんですけど。わかる。なんか18歳とか出るよね、あれ。私18歳とか体の中の年齢。見てくれてありがとうね。ベビー、あ、なんだっけあれ、ベビーベッドか。くるくる、いや、ミラも回したのか、起きる。もう面白い。今日はどう、ライブ素敵って言ってくれてありがとう。今日はねむ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 だけど、だいぶなんかもう結構欲求ん欲求。あら、小人さん、ミラボありがとう。ミラボ、え、ほれ、冷蔵庫は大丈夫。今日冷蔵庫の中身をみんな避難させます。欲求不満されてない。てかもう睡眠欲もバズっててじゃない、バグってて、なんか自分が眠いんか眠たいくないんか分からんかなって、なんか今親指すっちょうみたい。吉卓さん、ハートありがとうございます。ささいアナに叱られてる。優しかった、パパみたいって思いながら。こんなお父さんがいたら嬉しいなって思っちゃった。あ、私の実パパも全然いいんですけど、エナジードリンクどうかって。あ、でもクエン酸いっぱいなんだよ。そう、欲求不満です。食欲も満たされてない。色欲は大丈夫かな。落ち着いたらちゃんと寝るね。あ、ほら、エアコンが刻んできた。パン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 。
ゃなくて睡眠欲だよ。パパが悲しむね、ジスパパが。千穂さん、ハートありがとう。ガンさ、いろんなとこに使えるよね、きっと。ねえ、みんなやっほ。いや、もう、素晴らしい方っていうのは、ママから教えていただいた。お腹が空いたら寝らないよ。でもね、ちょっとご飯食べに行くんだ。またメールで送るね。今日の写真はまだ撮ってるやつとか全部みんなに見えない、見せたいけど見せられないから。そう、睡眠薬でした。今日も頑張った。でもみんながいたから頑張れた。でもなんかスタッフさんがリコチがいるとすごい明るくなるからいいね、これ明るくしてってよって。嬉しかった。確かに私すっごいずっと元気だった。やっぱ嬉しい、こういう一つ一つの現場の夢に見てた現場だった。だから私は嬉しい。ホビさん、ハートありがとう。ずっとここで寝てるよ。もうちょっとこの期間は内緒の活動中だからさ、内職中だから、内職中内職して幸せよ。一日ご飯食べるから安心して。でもみんなもご飯食べるんだよ。やばい、めっちゃ気持ち悪いことしてた。たい焼き屋さん、だるまありがとう。親指吸ってる。お仕事か。え、お仕事で見る。お仕事中だよ。でもこれ6時40分までするよ。顔洗いたい。確かに。え、休みだったの？来て。9時40までするよ。でもめちゃめちゃあれかも、あの美籍多めかも。パンユーさん、音符ありがとう。7曲も歌ったみたい。お風呂入ってない。足は洗った。でもまあ深夜にお風呂入ったし、昨日も20時とかにお風呂入りました。顔洗ってきていい？とりあえずポップなビートで逃げ出したい。現実から遠く目をそらしたい。プリ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 。お尻で踊らないでください。あなたは誰ですか？リコちゃんはどこですか？私は補佐で。え、行かないで。じゃあ顔洗ってくる。しっかり欲を満たしてくださいね。ありがとう。じゃあ足めっちゃ開くんだ私。愛字できるよ。今足は右足はこう、左足は何これ、本当何この絵図。やばこの絵図。えっ、星なくなって、めっちゃ最高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 。きっちり自分に、せーの、頑張れ頑張れ。マジで素じゃない？これ見て、これ日曜日のみんなもこんな感じでしょ？
これは私の24時間365日これだよ。おはようございますって。ねえ、私のダンス可愛かったって言ってくれて嬉しい。一緒にしないで、みんなもっとこういう感じかな。目がさ、もうずっと開けてるからさ、シャワシャワするんだよね、うん、みんなそんな感じ、寝る前そんな感じ、うん、バブ。私確かにめっちゃみんなに会えて楽しかった。ツタンカーメンなんだ。じゃあ今から顔洗ってくる。アルムケイさんありがとう。だるま、え、ねえねえ、フェイスあれパックせん、フェイスパックしよう。なんかさ、毛穴の汚れが取れるみたい。これでも肌荒れたらさ、もう取ることないもんね。やめちゃおう。もうメイク落としてるんです実は。
大丈夫そう？こうやってみんなの話してるの面白い。 LINE してるみたい。いい感じね。ほらマスカラも落ちました。えってこんなドアップすごい。なんか肌色って感じ。全くない。あー気持ちいいね。誰？目がシパシパする。おはこり。ただいま。誰やあんた。こうやってあのビタミンのパック、あ、部屋間違えました。刺激用でござる。今目ん玉の中に目ん玉掃除したい。やっほー刺激用です。あ、今日誕生日です。太郎丸さんお誕生日おめでとう。超美白、お誕生日だおめでとう。みんなどんな話してたの。例のタオル何何トゥートゥーするの。コンコンハート、粗品歌出してた。可愛くてキラキラしてた、嬉しい。葵さんだるまありがとう。ストシさんなっちゃんコンコンハート、葵さんハートありがとう。ハート、なんでタオルじゃない。私ティッシュで顔拭く派なの。すっきりこちした。ホワイトチコチハートにお疲れありがとう。神崎渡郎さん本部ありがとう。ただちいさんハートありがとう。無反応のカモのリチャソさんたい焼きありがとう。あ、先生ね、オタクだった。アイボンでそうする。え、洗顔後でしよう。成田のしん氷ありがとう。マーシー結婚して、なんじゃよなんじゃよ。カズヒーさんレインボースターありがとう。先生優しかったよね。ヤセさんハートありがとう。やっぱりおめでとうって言われるのは嬉しい。みんなもなんかぜひ、ほんと私のわがままだけどお話し会でおめでとうって言いに来てほしい。なんかいっぱいみんなのことショールームだけじゃなくてもっと知りたいと思うよね。こんなに話していっぱいずっと一緒にいると。でも時間が合うかどうかとかわかんないもんね。小人さんミラボありがとうね。サプライズだったよね。選抜おめでとう。渡辺さんバラありがとう。1個たい焼きありがとう。氷もありがとう。鍋さんハートありがとう。小人さんキノコありがとう。フォーユーさん
毛穴パックしようってそうモチベ高まってて可愛いウケる。ほらビタミン C の今パックしてる。ぼやっきーさんたい焼き、やすくん、ほうゆうさんレインボースター、ほうゆうさんきのこ、ほうゆうさんハート、なべさんもハート、ほうゆうさんハート、わたあめさんもハート、いっこたきのこ、こびとさんミラボありがとう、成田のしん氷ありがとう、アルムさんだるまありがとう。ツタンカーメンなの、くるまれてるってこと。メトロさんハートありがとう、嬉しい。このルーン確かに常連さんだったら面白い。シュウさんハートありがとう、しいたけさんキノコありがとう、ワタロンさん結婚して、私と結婚するのずっとこれだよ、ジェイさん個別お話楽しいよね。ちょっとパック外して、まっさらなおなごになりました。この音はクーラーやね。うーん、すっきり、頭かいかい、すっきりすっきり。ミキヤくんハートありがとう、トモさんお疲れありがとう。エアコンね、なんかドレインホースが詰まってるかなんかみたいな、ツルツル白卵。ん、おだいりさんから嬉しい、コンコンかわいい、ありがとう、強く書かないようにする、ありがとう。トモさんお疲れありがとう、ミキヤくんハートありがとう、フォーユーさんだるま、ホワイトアチゴガチハート、ポンさんハートありがとう、アーニャパパさんバラありがとう。確かにエアコンが私の配信あの盛り上げてくれて、離席してもなんか喋ってるみたいな寂しくない感じになるね。人のこと言えないけど仕事の合間に見るリコちゃん別格すごい味わってるね。フォーユーさん音符、福ちゃん、草間津ヒップさん、三つ目がさん、レインボースターありがとう、ただちーさんハートありがとう、フォーユーさんキノコありがとう、コウジさんミラボありがとう、小人さんミラボありがとう、ワードさんハート、フォーユーさんハート、
メトロさんハート、浦部さんたい焼き、コウジさんミラボー、あ、昨日いっぱい汗かいてたでしょ、ありがとう、ミラボミラボいっぱい、メトロさんハート、ありがとう。あ、読めたかな、仕事中なのでチラ見して戻ってきたらいつものりこち安心。え、お話し会なんか外れた方が言ってて、もしかしたらちょっとやり方が違ってるのかもしれない、もしかしたらね、なんか複数の時間を1回で申し込めなかったりする、1時間だけ1日、え、やっぱさパック大事だね、結構プルプルになってる。真っ白、なんかこんな画面、こんな顔がさ画面にボーンっているの、みんなびっくりしない？なんかさ今日いっぱいなんだろう、いろんな表情したりして、顎とか疲れちゃったかも、だからマッサージしとこう。メトロさんハートありがとう、嬉しい。シュウさんハートありがとう、しいたけさんきのこちゃんありがとう、しゅけきよう、ね、お肌守らないと、ドヒドヒ、仕事と仕事の間に見るスリル楽しんで、ここここでもなんかほっぺたのニキビも後になってだいぶ治ってきたから嬉しい。最近なんか自分に合う洗顔料とか化粧水とか、うん、美容液見つけたから嬉しい。あ、なんか前髪さ濡らしドライヤーしてきてもいいですか、昨日さめっちゃ汗かいてたよね私。サブトラ猫ちありがとう、氷、あ、ドレンホース、福ちゃんレインボーストありがとう、サブトラ猫ちハートありがとう、え、福岡ニエス楽しみだみんな。濡らし、あのさ前髪スプレーしすぎたんよね、3時の枠から、あ、5枚かける複数が OK ね、あ、そうなんだ、すごい、来るわ。
唇唇こしするね。唇って何？きりあほ、うん、あほあほかゆすっきりマン、おはよう。やっぱキラキラ星は限定なんですね。ありがとう、話し会申し込んでくれて嬉しい。やっほーみんな、いやーすっきりしました。今からいっぱいこうやってマッサージしていきましょう。なんかいろんななんか表情とか使ったし、ご飯食べてる時もなんかエラすごい痛かった、張ってるかな。成田の新ハートありがとう。あ、多分ママは配信見れたと思う、なんか良かったよみたいな言ってくれた。フォーユーさんハートありがとう。小人さんミラボありがとう。フォーユーさんハートありがとう。うずしおさん炎ありがとう。一個きのこありがとう。なべさんハートありがとう。みんなありがとう。え、こういう日に飲むビールが美味しいの？確かに。でも炭酸水はすごい美味しかった。やばい、頭がかゆかった。むっちゃ銅入っちゃうよ。ほら、これが普通。変わらんか。ほら。ちっちゃいリコチがおる。サンソンさんハートありがとう。ちっちゃいリコチがおる。スクショして。ね、度が強いか。確かに。忍法メガネ残しメガネかけてるときしたくなる。うめえってしたくなるんでしょ。みんなお仕事終わった後のどうだろう。私自撮りしたい。チューデスさんハートありがとう。そうそう、いなんて読むんですか。丸メガネが似合ってますか。べっぴんですか。嬉しい、褒め上手だ。これと一緒に写真撮え、顔がもうさ、知らない人の顔だもん。私ハメだった。ジューデスさんハートありがとう。忍法リコチ残しだった。あ、本当？アジアで一番に丸メガネが似合ってるって。本当？嬉しい。ずん何さんって読むんですかこれ。ずっと読めなくているんですよね。
ねえねえ、私さ気になるさ、なんかあの飯尾さん、あ、ありがとう教えてくれて、飯尾さんか、気になるさコスメとかを見るのが好きなんですけど、やっぱお風呂のに入れたらめっちゃ汗がかける、何お風呂 の, あの入浴剤気になるんだよね。そう、それを欲しいなって思いながらずっと見てる。なんかツイッターとか見たらそういうのがね、私ね流れてくるんだよ。ツーデスさん、だるまありがとう、飯尾さん。ジョン・レノンとリコクドーめっちゃおもろい。トモさんハートありがとう。そう、ソルト的な、そうそうなの、なんか私汗が出るやつ持ってるけど、でもなんかソルト的なの欲しいと思った。え、ほんと出た後足止まらんの。でも今日はほんとゆっくりあったかい湯船に浸かろうと思う。サンソンさん、キノコありがとう。ちょっとさ、業務連絡返してもいい？プラス思考さん、ハートありがとう。え、私の汗どうやって浴びたの？返したらあかん。え、エプソムソルト調べて。あー、これこれこれも気になった。マグネシウムが入ってるんだよ。これ気になってた、すごい。よし、返せました。かわいい？うれぴー、うれぴー子、はにゃー。まあまあ、めめ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 。一気に眠くなっちゃったよ。目がしょぼしょぼする。あー、画面ずれてる。ほんと？もうさっき顔洗ってパックしたよ。お化粧ももう落とした。平綿さん、たい焼きありがとう。漢方入浴剤、なんかビタミン C、ビタミン C の入浴剤入ってみたい。お風呂かゆい頭、眠眠光線出てる。
でもこれからもっと気持ちよくなることするんだ。一緒に寝る。もっと気持ちよくするんだよ。ちょっと待って、わいが元気になってきた。なんか人ってなんかあのおかしなことする行動すると元気になるらしいよ。ギアチェンジやばい、ね、わあ、ニエスよろしく、嬉しい。うん、すっぴん、ほんと嬉しい。ピタンピタン、確かにお腹いっぱいになったらイグちゃんさん好き、めっちゃそれ。すき焼き食べた時でしょ真夏の全国ツアー、なんぼかの。え、これレイカさんでしたっけ。リクちゃんなんだっけ、リクタエリカさん。業務連絡。ねえねえ、あ、普通になんかママに話す感じで聞いちゃった、みんなに言っちゃった。スラッシュメタルだから私いつも元気なんだよ。変な踊りすると元気だよ。ねねえねえ、牛タンチケットとか欲しいよ。毎日たい焼きありがとう。ねえみんな聞いてよ、コウジさんハートありがとう。明日はよくわかんないけど、とりあえず自主練は入れました。もしかしたら自主練しながら配信するかも。一人じゃできないから。でもその時はちゃんと無言でできるように頑張る。ネタバレにならないように。ちなみにファングフェスの自主練をします。ねえ、なんて聞こうとしたか忘れちゃった。とりあえず最初に聞きたかったことは忘れちゃったけど、二つ目に聞きたかったことが急にポンって出てきて、それで忘れちゃった。ちなみに二つ目に聞きたかったのは、みんなの好きなお寿司と、人に勧めたいめっちゃ美味しいってお寿司は何ですか。私はネギトロがすごい好き。これは定番。でも人に勧めたいほど美味しいとびっくりするのはシーサラダっていうマヨネーズとか軍艦マヨネーズとなんかプチプチホタテとかエビとかが一緒になってるやつ。あ、思い出した。え、ネギトロが好きですか。もう一つ一番初めに聞きたいこと思い出した。ハーモン、サーモン、アナゴか、納豆うずら、軍艦巻き、ちょっと試したいと思って。そう、え、お寿司、ビントロ。おー、トモさんキノコありがとう。ウニ、え、普通のなんかスシローさんとか。ウニってどんな味がするんですか。中トロ、しめサバ、ビールバラさんありがとう。あ、白子ポン酢、お疲れ様。ひらがな文字、ハーモンとは縁側。え、じゃあこれ覚えてたら大食べる。ウニちょっと気になるな。ちっちゃい頃ウニ食べてあ苦いと思ったけど、今は違うんか。
みんなが縁側白身系軍艦巻き私も好き軍艦さん好きあ縁側マストあのどぐろのどぐろいいねあ浜寿司だったられんこんの天ぷらの揚げたてで来るからめっちゃ美味しいよ本当はあって聞きたかったことは味覚変わっててえそうなんだいいねえ聞きたかったのはなんか今岡山県あたりが大雨で新幹線がぐちゃってなってるけど今は止まったのかなっていうこれうんそういえばペイ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 みんなから集金したんだよあの新幹線情報そう岡山あたりリコちゃんの帰りのそう時間じゃなくてよかったってそうちょっとよかったと思うけどふみさんハートありがとうそうお先に失礼しますえサーモンね魚座のヒロさんハートありがとうあいくらいいねあぶり天ぷらも美味しいよねなんかお肉系も好きよおりちゃんきのこありがとう新幹線さお岡山あたりが止まってるみたいなあ遅れているんだねよかったよかったすごい今ねパシちゃんと喋ってるのうれしい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 うれしくて。赤身と白身はどちらが多めですか？赤身かもしれない。結構濃厚、脂が乗ってる系が好きです。ああ、タイハマチブリ。なるほどね。タイいいね。サバトラ猫さん、ペンライトありがとう。新曲は今年の11月3日に。うん、間違えちゃった。これは由美子姉さんの卒業コンサート。今年の11月1日に。リリースさせていただきます私も参加しているのでみんなに早く私が初めて表題曲の選抜に入れたこのね曲を聴いていただきたいし MV とかそういうのも見ていただきたいしなんかアザージャケットサイン会とかもみんな来てほしいし実
ケット写真とかもどんな感じになるか楽しみにしててほしいし、すごいみんなには本当に見せたい。早くここまで連れてきてくれてありがとうって思いながら私は噛みしめて、でもね私は普通不安要素がもうあって、次のね今回10枚目シングルは選抜に入れたけど次は分かんないじゃん。だからねそれがすごい不安で、だから私はこれがずっと全部最後だって思って全力で全うするの。だからみんなも後悔しないように私のことを応援してほしいなと思う。サバタル猫さんライトありがとう。あ、肉寿司いいよね。大好き神崎バタロンさんハートありがとう。セッキさんハート。バリーさんキノコありがとう。マサさんも氷にたい焼きありがとう。 G5 ゴーエースさんハートありがとう。まだ来ない未来も未来不安がらない。そうだよね、そう 今が楽しかったらいいんだよって福田さん、あかりちゃんさんも言ってくださって、ヒンさんに相談したらそうやって思えるからこそ毎回毎回頑張れるよねみたいな、だからいいことだよって。初選抜おめでとう、嬉しいですありがとう。でこち 10皿ぐらい食べれるよ。みんながここまでついてきてくれたおかげ。ケンタッキーさんたい焼きありがとうお利口さん天国になりますねさらなるさんだるまありがとう。ミキヤくんキノコありがとう。でもほんと私はいろんな夢があるから、選ばれたけど次も選ばれたい、その次も選ばれたいし、そしてもっともっと上を目指していきたいし、私は ST48 を引っ張る存在になりたいし、ともさんキノコありがとう。え、10皿がいいかね、お寿司好き。え、1時間も見逃して、でもあと6時35ぐらいまでしようかな。ヨシアキックスさんハート、バディーズさんハートありがとう。でもね私は野望は写真集を発売することだから、なんかさ恥ずかしいけどなんか夢だから、写真集とかって永遠に残るじゃないですか。工藤理子、この子は写真集出してるんだって、だってなんか語り継いでいかれるようなことだろうし。48人、あ、今 ST48 何人いるの。48人だよ、そう、ちょうどぴったり48人になったんです。そう、どこで撮影したい。海が綺麗なところ、フィリピンは私にとってのアナザースカイなので、フィリピンとかセブ島に来たらいいなと。カズサさんハートありがとうあ、でもみんな本当私いっぱい夢があって、まだまだここだ、ここゴールじゃないってことをみんなには知っててほしい。でもみんなもそのつもりだよね写真集タンクトップだけでもいいのにね。ヨウくんかわいい、ありがとう。あ、なんか赤ちゃんみたいなのか。マー君ハート、ミキヤ君ハートありがとう。体が、あー、書店で私のこと探してほしい。体作り頑張るね。今残したい。いいよ、まだやってるよ配信。でもあともう6時35分ぐらいがデッドかな私の。あ、ちょっとバコになった。でもみんなに、なんかこれでみんないっぱいなんかさ不安なんですけど、でもこの不安はお話し会始まった時にみんなに話したいと。こんな大きなところで言うのはちょっと難しい。
みきちゃんかわいい、ありがとう。タンクトップ、タンクトップだっけ。ポートランドもいいね。私の気持ち伝わった？痛いほど応援してる、ありがとう。でもなんだろう、え、ジムガチ勢になりたい。え、なんかなんか本当に本当に私アイドルとしての本当ずっとなりたくて、なりたくてなれたアイドルだから、でずっと入りたくて入りたくて入りたくて入った選抜だから、まだまだみんなと叶えられる夢きっと無限大なんだろうなって、すごい私はみんながいることが本当に心強い、みんなに応援してもらえることが本当に一番私の力になってます。ショールームとかもそうだし、だから私も今できることをいっぱい今やっていきたいです。本当に瀬戸内のひさまさん、レインボースター、北野やすさん、だるま、キリンさん、ハート、かずささん、バラ、みずき、尊い、ありがとう、ちゅうさん、ハート、まささんもハート、ありがとう。ね、人生まだまだこれから、うん、そうスタート。でも私結構最近写真の撮影のお役目とかをさせていただいてて、あーってそういう撮影されるの好きかもなって思って、でもあんまり自分の顔に自信が持てなくて、なんか私今はちょっとすっぴんだから何言ってんだよって感じ、え、私なんかタヌキみたいな顔してるんだなと思ってそう、タヌキ顔だって思いました。で、これからどんなことがあるのか叶えられるのか楽しみ、通過点だと思っています。心強い、みんなみこたぬしてる、実感してきました。みきちゃんハートありがとう、 C さんも誰もありがとう、タヌッコリしてるの、羽根つき馬さん、だるまありがとう、リコタヌしてるの、そうそうなの。でもなんか実感してきたし、もっともっと上を目指せたらいいなって思うし、でもこの場所は絶対守り抜きたいし、これはなんか、うん、何が何でも、もうそろそろかな、もう、あー眠くなってきちゃった、あーポリポリ、うん、うん、私も11枚目シングルの選抜入りもう目指してます。だから今が大事。そう、え、そう、私はねそれが実言いたかった、あ、も言ってるなら安心、私もそれが言いたくって、でも今与えられたことがすごいありがたいから、なんかこれ以上のものを求めたらダメなのかなって思ってたけど、私は10枚目シングルの選抜に入ってすごいみんなと叶えて嬉しかったから、11枚目シングルの選抜も絶対に入りたいです。絶対に譲らないし、守り抜くし、何が何でも私はここで生きていきたい。くるくるまさんハートありがとう、りえちゃんさんだるまありがとう、サンソンさんハートありがとう、テイさんキノコありがとう、フォーユーさんバラありがとう、テイさんキノコ、くるくるまさんハートありがとう、ありがとう。今を頑張る、先を見据えて今を頑張る、ありがとう、聞いてくれて、みきやくん、きのこありがとう、ありがとうございます、なりたのし、氷ありがとう。11枚目シングルに入りたいから10枚目シングル
全力で頑張るのでついてきてください。バーボブさんハートありがとう。じゃあそろそろ、あ、壇上を読みたいと思います。今からね、お腹がいっぱいになることをしてきます。シャニョー、キョイからソラナレさん、ミキヤくん、ナベさん、バディーズさん、タダチーさん、ユミコさん、マニョチ、モビさん、ミズキさん、ミキちゃん、クサマズヒップさん、ダイちゃん、マーシー、カズサさん、サバトラネコチ、ズーデスさん、トモさん、ヨウくん、ヒー様、渡辺さん、ヒノトトラさん、大好き神崎渡郎さん、オリちゃん、アーニャパパさん、ホワイトはチコガチ、フォーユーさん、サンソンさん、ボヤッキーさん、成田のしん、昨日はお疲れ様でした、ありがとう、一行、なちゃん、コンコン、カズヒーさん、ストーチのひさまさん、そして本日の秋元先生枠は三つ目がさんです。ありがとうご、あ、三つ目が先生です。ありがとうございます。バリーさん、コウジさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はうずしおさんでした。うずしおさん、ありがとう。久々壇上。第2位はやすくんでした。やすくんもありがとう。2位。そして第1位は小人さんでした。小人さん、ありがとう。みんな私の配信ゲリラだったけど見てくれて、ゴロゴロずっとゴロゴロしてたけど見てくれてありがとう。パロプンテさん、ハートありがとう。んー、みんなありがとう。ひとりさん、ハートありがとう。ありがとうね、夢は大事、どんどん声を口に出していくね、ありがとう。バオバブさん、ハートありがとう。ハロプンテさん、ハートありがとう。じゃあまた夜配信、またゲリラでしますので待ってて。バリーさん、お疲れ、ありがとうありがとうございます。うん、一歩ずつ着実に実績積み上げていきます。よろしくお願いします。ありがとう、みんな見てくれて。夜もすると思う、どんな配信になるか分かんないけどするので待っててください。ありがとう、行ってきます。ねんねー、またねー。ありがとう。